なります。昨日はなんと AKB さんのコンサートに行ってきました。わー、おはよう。できました。あ、9月もよろしくお願いします。なんか可愛すぎて、可愛すぎて、なんかびっくりした。なんか本当にびっくりした。おはようだった。おはよう。え、めっちゃびっくりした何回も言う。よろしくね。なんかその AKB さんのもう若手みたいな、こうもうでも私誰だ、なんて呼ぶんだろう、今の HKT で言うと今の HKT で言うともう七期さんなんて6期7期世代って言えばいいかな。なんかもう5期とかはもう入ってないくらいの5世代の子がコンサートをしてるって感じの、まあ言ってしまえば若手子っていう感じだったんですけど、なんか本当に可愛くて、私もなんかアイドルなりたいなと思っちゃった。アイドルなのになんかアイドルなりたいって思った。どういうことって感じなんだけど、なんか憧れた。めっちゃいいなって、なんかすごかった。そうなんでって感じなんだけど、めっちゃそんな気持ちになった。HKT のコンサートとは違いますか？だって、なんか王道なのかなと思いました。あの AKB さんがすごく思いました。王道ななんかコンサートって感じ。なんかこっちはさ結構ひねったこととかするじゃないですか。なんかそういうのがなくて、なんかコンサートってか、なんだろう、なんか、すごかったし可愛かった。みんな可愛かった。見に行ってると思いました。だって思った。もうさ福岡に来るって発表があった時からもう行きたいと思ってたので、ゆきちゃんに連絡して、そう
そう、いきちゃん連絡しましたすぐそうそうそう、行きたいと思って、絶対に行きたいと思ったからゆきちゃんに連絡して、そうそうそう、かわいかった。おしめはできましたか、だって。ね、いっぱいできちゃって困ったことに、おしめっていうおしめがいっぱいできてしまって、なんかあれなんだけど、ちょっと名前が、でもなんかこう客席の、 あの一番後ろの方で見たんですよ。そうで、そしたらなんかこうファンのスカラだったのね、しかも懐かしくない、スカラ。そう、今回スカラだったんですよ。またそれも激エモで、なんか激エモで、そう、懐かしくない。で、一番懐かびっくりしたのが、まあなんか、まあ、コンサートでオープニングの曲何曲かポンポンポンってやります。で、続いてはなんかユニットコーナーですみたいな、からユニットが始まって、なんだっけ、チュチュチュから始まったんですよ。うわ、チュチュチュかわいいって、もうファンの人ももううおーってなってるんですね。なんか可愛いじゃん、あの曲。まずで、ファンの方も結構好きな方多いじゃないですか。で、だからやっぱなんかそういう曲をまあさあ入れ込むのがなんか上手いなって思ったんですけど、で、そうしてさ、その後に次何の曲来るんだろうと思って、サトリも何も調べていかなかったから、こう本当の初見で見に行ったんですけど、たらさ、まさかのさ、君はペガサスですよ。ノーナイパラダイス公園の君はペガサスが、こうえみたいな、私びっくりしちゃって、したら本当に君はペガサス歌ってて、私なんかスカラでなんかやってることと、そのなんか自分がなんかあの場所であの曲をなんかスカラで聴いたら懐かしすぎて、びっくりした。なんかうわ、鳥肌立ったもん私、うわーと思って。で、そこにアイチーもいたから、そのアイチーとエルちゃんと一緒に見に行ったから、めっちゃみたいな超びっくりしたっていう話。なんか一番湧いたね、なんでキンペが入れたんだろうとか思ったけど、懐かしくない、君はペガサスね。なんかそのなんだろう、まあこっちのさ勝手な思い出があるだけの話なんですけど、別に、そうそう、だけどなんかめっちゃフラッシュバックしたし、なんか踊れちゃう、なんなら未だに全然踊れちゃう。まだ踊れますかって、全然踊れる。だってめっちゃ練習したんだもん、あの時もうノーパラとかもうなんか踊れそうだけどね、踊れないのかな、どうなんだろう。なんかすごかったな、しかも可愛かった、みんな。でもなんか HKT にいないあの楽しさ、あ、可愛さって感じ、メンバーが全員なんかそんな気がしました。ちょっと別、 HKT はなんだろう、まあ九州のお顔なのかもしれないですけど、そう、なんか HKT にいない可愛さの子たちがなんか
いっぱいいたなーって感じかな。なんか、あとは何だろう、何が思いましたか。だって衣装可愛かったシンプルに衣装が可愛すぎてびっくりしたかな。着替えとかもめっちゃ多くて、衣装が可愛かったかな。全部出てくる衣装が全部可愛かった。だから可愛いと思って見てました。可愛かったな。なんだろうね、なんか本当に可愛くてびっくりした。で、終わった後もなんか挨拶させてもらったんですけど、なんかもうこの子ありがとうございますみたいな、なんか可愛い、可愛いです。なんか19期の子もみんな可愛かったかも。一番最近入りましたって言ってたんだけど、もう全然可愛いし、なんかバナーでしてるっていうか可愛かった。あ、そうなんだ。 AKB でもペガサスが合宿の課題曲になったりしてました。へえ、そうなんだ。でもかっこいい曲だよね。なんかすごかったすごいすごい言い過ぎだけど、17期生までならちゃんと分かりますだって。でも私あのちゃんとあんまりね全員のお顔で分からなかったんですけど、あの見てたらなんか覚えたくなる、なんか「えこの子なんだっけ？」って「この子のお名前？」ってなるから。あと曲がやっぱ AKB さんはいい曲が多いので、知ってる曲とかもね、そういう曲を結構盛り込んでやってくれてるから、なんかその楽しめそう、ファンの方が言ってもそういう悟り、わかんない、福岡バージョンだったのかもしれないけど、そう福岡バージョンだったかもしれないけど、全然なんかみんなが見ても楽しそうだなって思っちゃう感じ。全然すごい。でもなんかみんな初福岡ですとかっていっぱい言ってたから、あ、そうなるんだと思って、なんかすごいって思いました。なんか美味しいものいっぱい食べてくださいってなりましたなりたくなりましたね。でもみんなその何
初めて福岡に来ましたみたいなとか、なんか明太子がいっぱいあってみたいなね、1時間半だって。え、そんな短かったっけ。山口さんだって。山口ゆいちちゃん、私もお名前をもう昨日でしっかり覚えたんですけど、なんか HKT の6期生ちゃんのオーディションにいたらしくて、でも本当にダンスが上手でした。なんかすっごい上手だった。でなんか6期生にいたって話をこう聞いたな、なんかなおさらわこんな上手な子が、まあさ、まあ今 AKB さんで活躍してますけど、欲しかったなと思いますけどね、うちにもねえ、本当に上手でした。なんかメイクノイズとか出したんだけど、めっちゃ上手で、みんなが見ちゃったもんね。だからなんか上手ですねって踊り上手ですねって最後伝えに行きました。上手すぎたから。このくらい上手だった。だから九州の子もいるんだと思ってね。あとなんだろう、まあ、あとシンプルに最高歌謡やってて、そうそう、最高歌謡、最高歌謡の盛り上がりがすごい、ファンの方がいっぱい盛り上がっててくれてて、なんかあ、最高歌謡ってやっぱいい曲だよなって、自分のグループの曲なのに思いました思いました。めっちゃめっちゃ盛り上がっててくれたんですよ。あー、イバーナルーなんかな、なんかそれも、あ、こんなにこの曲は、なんかそれをさ客席で見たりとかがさ最近なかったから分かんなかったんですけど、すっごいさ、だってまあ HKT の曲じゃないですか。でもめっちゃ盛り上がってて、AKB のファンの方からしたら普段歌わない曲じゃないですか、絶対に。けどそれでも皆さんがすっごいコールしてて、なんかね、意外にファンの方が見に行ってる方いないのか、私結構ファンの方見に行ってるもんなんかと思ってた。そんなに行ってない感じ。ね、やってるのは知ってました。だってあ、本当、私は行きたくてしょうがなかったから行けて嬉しかった。最近はこっちの眉毛しか上手に描けません。あとね、一曲好きな曲見つけたよ私。イエルちゃんが言ってた曲なんだっけ、カラコンインクの、星が消えないうちにって曲が好きになりました。可愛すぎた、明るい曲でした。
かそういうコンサートやりたいなって思いました。もう私は5期生は私はって5期生が若手に入るかって言ったら違うと思うんですけど、そういうなんかコンサートをしたいなって思いましたね。した方がいいなって思いました。めっちゃでまあなんかちゃんとさ昼の中間だけとかじゃなくて、そしたらもっと、まあその時は5期生はもう違うとは思うんですけど、7期生も入ってきたからね。だからこそなんかしてみたかったなーって思いますね。だからなんか今いる後輩ちゃんの後輩ちゃんたちのたちになんかそういうこと経験したら変わりそうだなと思います。見たいなーだって。私もそういう姿をこうファンの皆さんに見せてあげたかったなって思った。しかもなんか入って 1,2 年でそういうのやってる子たちをなんか見たら余計にわいいなって。もう遥か遠い昔の話だけど私の 1,2 年目って言ったら前になっちゃうんだけど、なんかいいなって思いましたね。かわいく可愛すぎた。もうまつげもういいかな。疲れちゃった。僕のことを覚えているから、君のぐらいでさよならまして、しかも今日で AKB 劇場がもう終わりなんだって。リニューアルする最後の公演、昨日ゆきちゃんが言ってました。ラーメン食べたいな。一人ラーメンでもしに行こうかな一人ラーメン食べたくなっちゃう。めっちゃラーメン食べたいな。食べたいな。超豚骨ラーメン食べたい。うわっ、シンシンだって最高。11時か、混んでるかな。なんかだるまとかも美味しいよね。だるまとかも美味しくて好き。でもなんか今の私は一口食べたら満足しそうあ、もうなんかスープ飲んだだけでうわもう最高ですってなって、なんか満足しちゃいそう。なんかおすすめのラーメンありますか？おすすめのラーメン屋さんとかありますかね？
でその話聞いたらラーメン食べたくなりました。だよね。ラーメンすりたい。ラーメン食べよう今日はお昼はみんな。ね、ゆめちゃん替え玉するの？私はしないの。私は替え玉をしたことがなくて、してみたくてめっちゃ。でもさ結構お腹いっぱいな時とか絶対にありじゃん。だからなんかもう最高潮にお腹がすかして、もうラーメンのために整えておいて替え玉とかしたい。そう、なんかもう体をラーメンのために整えておいて、そういうもうなんか替え玉すっぞっていう気持ちで気持ちでしてみたい、そういう替え玉の日。ねえ、これかわいすぎる。だから私が福岡でしてみたいこと替え玉かな。麺の硬さはだって、麺の硬さ迷う。でも私普通だったのよ、絶対普通がいいなと思ってたんだけど、最近はなんだっけ肩固めっていうかなのが好きになった。この固めでっていうようになったかもしれない。割り方とか結構硬いから。完成かも。ちょっと今日はまたのんびり夜にしますね。午前中はこんな感じで終わりにして、なんか私ここら辺のさ、ここら辺の、あ、折れちゃった。これすぐ折れるんだけど。あ、次は隠しすぎちゃったけど、上に可愛いか。夜配信しましょう。また今日は9月になったのでね。なんかあんま上手にできなかったけど、まあいいんじゃないでしょうか。あんまり上手にできなかった。仕事頑張れますって、頑張ってー、頑張ってー。もしの際だけ聞こえる僕の中に食べたくない。
30分もしたの私。早っ。でもいいかな。今日公園なんだね。お洋服かわいい。だってかわいいっしょ。これは、うん、去年買った。痛すぎ。去年買った服。皆さん、では私ができました。完成です。髪が、チリチリになってんだけど。もう悲しいので見ないどこ。はい、完成です。キラン。では皆さん、また後で配信したいと思います。オーガスタの衣装似てるかも。だって似てる。これなんのオーガスタの、なんだろう。水色の衣装。水色かわいいよね。あれ私服です。これは私服です。はい、トークショーの時、あー、あっち、あ、そうね、2個来たもんね。あ、花柄の感じは確かにちょっと似てるかもしれないけど、私服です。はい、衣装じゃありません。バリバリ私服です。で皆さん、暑いので今日も水分補給して頑張りましょう。私がラーメン食べたら連絡します。ラーメン食べたら、ラーメン食べたよってりのりのりに吹きますね。はい、では終わりにしたいと思います。アイテムも朝からいっぱいありがとうございます。また夜話しましょう。はい、13位がハリー、12位がカッサン、11位が嘘、12位がただの魚さん、11位が、あれあれ、13位がハリー、12位がただの魚さん、11位がカッサン、10位がニシプ、9位がノーリさん、8位がコムさん、7位がジャンさん、6位がウィンパリー、5位がユータパパさん、4位がドマさん、3位がヤスさん、2位がコウジ、1位がサセボンてっちゃんでした。てっちゃん、9月最初の配信ありがとう。1位なの、ありがとう、ありがとうございました。キラン。ありがとう、てっちゃんでした。ありがとうございます。みんなも見てくれてありがとうございました。ではバイバイ。私のこといっぱい見といてください。見といて、見て見て。バイバイ、またね。